環境経済学1、2023年度試験の問題の回答です。まず次の表を埋めてくださいということで、えーね、このコモンズの性質は、競合性があるけれども、排除不可能性があるというものでした。それに対して、えーね、そうですね、このクラブ材というのがね、 あの回答で入るんですけれども、こちらはですね、えー、非競合性があるんだけれども排除可能性があるというものになっています。まあ、公共財はですね、あのもう答える必要はなかったんですけれども、これがですね、非競合性とあの排除不可能性両方あるものになりました。クラブ財って何だったかなっていうと、例えば映画館とかね、えー、ジムとかそういったものでしたよね。で、コモンズはですね。 えー、排除不可能性があって、えーまあ、誰かが使うと他の人が使えなくなるという意味では競合性があるんですけれども、えー、そのね、他の人が使うのをこう止めることができないという意味で排除不可能性があって、これがですね、あの公共財と同じような性質になっています。そして2番、大量消費社会から循環型社会への転換において最も重要な法律は、2000年に成立した。 え、ね、これ平成12年なんですねえ。循環型社会形成推進基本法でした。ちょっとカッコが小さくて申し訳なかったなと思いますが、ほとんどの人がこの回答を見つけて回答することができました。3番目がコモンズの悲劇について、なぜデッドウェイトロスが生じるのか、図を用いて説明してくださいという問題だったんですね。 でまあ、これですね、一応もう、あの、作品で、教科書で引いてくだされば、まあ、読んで書くこともできるように、まあ、このような問題にしておきました。えー、これ、コモンズはですね、まあ、誰でも利用できるということから、えサスティナビリティをね、考えたときにはえ、一定の量までしか、えー、使わない方がいい、ね、あの、 そうですね生産をするなり、えー、そしてコモンズをですね、生産活動のために利用しないほうが、ね、いいとしすぎないほうがいいということで、えー、羊の放牧の例をですね、用いたりとか、それからまあ漁業の例なんかもね、取りすぎないように、あのまあ、規制を、自主規制をしているっていうね、ビデオも見ていただきましたよね。うんえー、ところがですね、 あのまあ、そういうのを構成員全員で、えー、この図で言うと、X1 までにすることを決めたとしても、まあ、何らかの理由でモニターが不十分であるとか。 まあ特に海洋生物とかね、あの海の下なんですごいわかりにくいですからね。そこでですね、自分だけはこっそりと多く、ね、利用するインセンティブがありますっていうことです。授業中はですね、例えば羊の数をね、自分だけちょっとなんとか多く、あのね、飼っても大丈夫だろうっていうことで,で、他の人もみんな同じように考えちゃって、結局、あの、規制が守られないよっていうような話をですね、したんですけれども、 そうするとですね、資源の過剰利用が、ね、起きてしまって、サステナビリティが守られないということになり,なりそうですよね。でこう各生産者がですね、生産のためのコモンズを過剰利用してしまう結果、結果的にですね、まあ、この限界便益がゼロになるところまで全員で利用してしまうということです。でこの,あの,便あの限界便益の曲線はですね、 もう,しあのもう一つのね、この生産者が持っているコモンズ全体に対するですね、全体での便益になっているので、これがですね、ゼロになるところまで全員で生産してしまうということになります。でこのためにですね、実際はこの限界費用がかかっているんですね。従ってですね、 えー、この X の1のところよりも生産しない方が良かったわけです。なぜかというと、えー、もちろんですね、X の2まで生産することで、限界電池はね、増えてるんですけれども、それ以上に限界費用がかかってしまっているということで、えー、ちょっと図の方ではですね、この MC 限界費用っていう図の近くのところにね、ちょっとあの記号を入れておけばよかったんですけれども、それがありませんね。そこでですね、この赤いね、あの、まあ、 三角のところがデトウェイトロスですというようにですね、皆さんも三角の絵をね、描いてくださっていたと思います。まあ、ここがですね、結局限界費用がかかっていて、で、あの、限界費用はですね、この青の線の下全部かかっているんですけれども、えー、そこから限界勉強を抜いた部分になります。 はい、問題4。公共財の問題がなぜ起きるのか、下の図を用いて説明してください。ということで。 これもですね、ページ数も書いてありますのでそこを読んでいただければですね、えー、まあ、写すこともできたんですけれどもただ、ですね、一応ですね、この問題の後半ですね、なお、えー、公共財の負担は自分が制限した公用便益の大きさに基づいて、えー、割り振られるものとします。ね、ここまでは、ね、いいんですけどナッシュ金庫という言葉を用いることということでこれがですね、ちょっと、あのーまあね、なかったかなと思うんですね。 で、ここがちょっと、あの、まあ、より難しくしてやったところです。まあ、しかしながらですね、しっかりとこのナッシュ均衡の概念を使ってですね、回答してくださった方もいらっしゃいました。ちょっと説明をしていきます。このフリーライダー問題の図を見ていただくとですね、真の表明をした時、ね、この住民1も2もですね、真の表明すれば 10, 10となっているんですけれども。 えー、ナッシュ金庫はですね、この赤の、ね、枠のところなんですね。なんでこれが起きるのかということを説明してもらえばよかったわけです。住民地も住民にも、まあ、本当はですね、自分にとっては便益が20あるんですね。そこで、この、もしもですね、両方ともこう20、20というふうに真の表明をしていれば、まあ、それがですね、お互いの公用が一緒ということで、2分の1ずつだよということで、10、10って割り振られているんですね。しかしですね、まあ、2人とも、 でこの嘘をついいてしまいますなぜかっていうとですね自分は便益が特にないよというふうに嘘をつくことで相手に全部火を押し付けることができるのでその時ですね自分の便益が20となって一番大きくなりますね。 まあしたがってですね、えー、しかし、まあ、自分もそういうふうに考えるということは、相手も同じことができるということなので、よくよく考えるとですね、自分も真の表明をしようか、えーね、あの嘘の表明をしようかなっていう、過小表明をしようかなって考えたときに、待、ま、てよ、相手も同じように過小表明をね、することを考えているんじゃないかって思った瞬間にですね、これ自分だけ真の表明をすると、確実に自分の行為をゼロになってしまいます。 そこでですね、もう過小表明するしかないというね、これがナッシュ均衡のね、ま,あ、まさにナッシュ均衡的な、ね、状況なんですね。まあ、そこでですね、そのまあ、こう自分もただ乗りしようとする、相手もただ乗りしようとする、その結果をお互いに、えーまあ、過小表明しすぎてですね、結局、まあ、それをお互いに安分することになるんですけれども、まあ、ここではですね、あのー、そうですね、ちょっと。 このなんで55になるのかっていうところね、ちょっと難しいあのところですよね、まあ、なんですけれども、まあ、少なく少なくお互いに言ってるので、0じゃなくてね、まあ、ちょっと少なく言ってるっていうことで、10、10みたいに言ってるんでしょうかね、そうすると55になるってことだと思うんですけれども、そのためにですね、まああのまあ、結局あの、お互いに費用を持たないよっていうことは、その分、公共財が生産されないよっていうことになります。 そのようなことをですねあのしっかりと書いていた方がいて、結構ね感動いたたししましたさて、5番目ですけれども、穴埋め問題でしたけれども、これ、意外と,です、ね、ちょっと私の好みがあの反映されすぎていて、私の講義を聞いていてくださったかなっていうところをちょっと調べる問題だったんですね。 でえーね、環境問題における市場の失敗とは、えー、経済活動が及ぼす影響が丸一番、ね、こちら価格のメカニズムですね。まあ、市場のメカニズムって、ね、書いてた方もいるんですけど、うん、まあそうですね、うん、市場の何のメカニズムって言ったら結局外部性は、えー、経済的な効果がですね、この価格を介在しないところにね、 その外部性の原因があったので、価格という言葉を書いてた方が正解です。そして、えー、ね。 今言ったように外部性ですね。外部性があるから市場の失敗が起きるということです。でこの時ですね、これ私が大好きな言葉ということで何回も連呼していた、受益者負担の原則ですね。これはですね、教科書に書いていないので、これを書けた方はですね、もう本当にあの、ね、授業をちゃんと聞いてノートを取っていてくださった方だなと思って、感動して丸をつけました。ね、ありがとうございます。 そして、ね、すなわち環境を良くするために、まあ、費,用費用とか、ね、犠牲とかね、まあ、そういった言葉が正解になります。それを払った主体の成果をそうでない主体も享受することが問題だということですね。で不特定多数の経済活動が不特定多数に影響するのは地球温暖化問題だったんですよね。 でここではです、ね、努力がそのクレジットによって金銭的に報われるようにする排出量市場が創設されたということで、まあ、京都議定書のところでの説明だったので、えー、結構ね、この排出量市場のところは、ね、かけた人が多かったかもしれませんね。この地球温暖化問題ね、意外とこの表を探してくるのが、ね、難しかったので、正、え、当、ーまあ、率、そんな高くなかったかなと思います。 さて、外部性による市場の失敗についてですけれども、これね、まず一番、デッドウェイトロスは図のどこになりますかということで、これすごい正当率高かったですね。 えね、イ、e、ースター fe ですね。この、えー、三角で囲まれたところになります。これは本当にしっかりね、えー、回答できていました。まあね、図にもね、あのもうここがね、課題ですよって書いてありますしね、さすがにもうみんなは分かったかなっていう感じなんですけど、2番はですね、なかなか難しかったと思います。まあ、あの、これもですね、実は最初のね、 あの、コモンズのところと同じような感じではあるんですけれども、えー、少しね、解説してみましょう、ね。市場によるですね、あの、この、そうですね、この環境を利用することによる、まあ、その環境負荷っていうのがね、実際かかってるんだけれども、先ほどのですね、ちょっと5番のところで回答していただいた通り、 その環境負荷がかかっていて、まあ、ここで言うと、こう、経済的にこう不公用ですね、例えば。 あのまあ、住民の人に与えたりとかそれから、まあ、不特定多数が不特定多数になるっていうと、えー、CO2 の排出量なんですけれどもそうすると、まあ、我々の全ての活動が他の人たちの全ての活動に、まあ、特に先進国のまあ経済,経済の、ね、活発な経済活動がですね、まあ、中国アメリカインド日本、ねえーまあいいまあ、そういったところを通じた経済活動の結果 アフリカの、まあ、悪い結果が、例えば、えー、まだそんなに経済がですね発達していない、まあ、アフリカの、まあ、南アフリカ別なんですけど、ちょっとこうね、そんなにあの豊かでないような国とかね、そういったところまでにもこうあ悪い影響が結局及ばされてるってことですよねで。こういったことがですね、やっぱり市場価格を通じないで、このねあのねあ通じないということになります。で えっと、市場価格を通じないで、その外部性によって悪い影響を与えていると同時に、じゃあ、それをです、ね、打ち消すような努力をするっていうことについても、市場がないっていうことは、ね、市場価格がないってことになると、じゃあ、その、えっと、負荷に対してですね、その費用を、ね、負担するということに対しての十分な見返りは得られませんということになります。ねそうですね、ここでは外部性こう二重の意味でね、あの外部性がかかってるんですね。 で、えっと、そうするとですね、まあ、各企業ね、各企業がですね、こう自分の限界的な質的費用だけで、えー、まあ、それしかも分かりませんしね、そもそもね、それに基づいて生産してしまうと、えー、まあ実際、需要曲線がですね、この限界収入に等しいっていうふうに考えていましてですね、ここではね、すると、限価費用イコール減価収入となる、この XE というところまで生産活動を行います。 ね、ちょっとこの E のですね字があのちょっとでっかくなってますけどもね、X のこの上のね、あの上付き文字の E ですね。そこまで生産を行います。しかしながらですね、あのこの、そうなんですよ、そこでもう課題になってるんですね。このえっと絵の中でですね、この下に課題って書いてありますよね。で地球環境への負荷とかを、まあ、あの考えたときにはですね、この この限界、あの、私的費用のと、それから重要曲線が交わるところ、この E のところですね。そこまで生産するんじゃなくて、まあ、E を、ね、E を通って下のですね、XE まで生産するんじゃなくて、本来であれば、この限界社会的費用曲線と重要曲線が交わる E スターのところまで、えー、生産するべきですね。そこで、この E スター f e がデッドウェイトロスになります。ね。 えー、そうですね。この課題に生産してしまった部分、ね、その、えっ、ー、と、その分にかかっているですね、この社会的な費用ですね。そこからですね、一応、まあ課題に生産した分ですね、まあ、収入も得られているので、そこのところを一応抜いてあげても、えー、みんなが回答できていた、このデッドウェイトロスのところは、もうどうしようもないロスですよ、ということになります。 ええとですね、あの正、正解のですね、ワードの方は、ちょっとこの赤い線、えっ、ー、と、赤い字で書いたところが、こう書いてありませんでしたので、少しですね、あの、この赤い字のところを入れた方が、よりわかりやすいかなと思います。ね、えここで、結局ですね、需要曲線が、この減価収入に等しいんだというところを、あの、認識していただければ、えー、この辻褄がね、合う説明になっていると思います。 はい。市場の失敗は外部性によって起きてきますが、それを内部化する方法について、直接規制、ね、ピグーゼまたは、ね。 え補助金当事者による解決と市場の創設がありますということで、まあ、この全部書いたのに、ね、問題にしてるのは直接規制と,、えー、とそれからピグーゼを比較してるだけなんですね。しかしながらですね結構これはあの、まあ、これもですねこの教科書の、ね、この場所を見つけることができれば、えー、もうあとはしっかりその場で読んででもですね回答できるような問題にはなっていたんですが、えーね、やっぱりそれは毎時間、ね、聞いてください。 なっていた方があのどこかなっていうのを見つけることができたっていうそういう問題ですね、えー。それではですね。直接規制で企業1と2が生産量50まで減らす場合とね。規制なのでもうね。量をね。一律で決められちゃってるんですよね。 それとですね、この P スターとね、これまあ、環境税だから T のね、スターだったりとかしたと思うんですけれども、まあ、アステリスクですかね。ここまで政府がかける場合に起きること、これを比較して、えー、どうして環境税の方が効率的なのか説明してくださいということで、えー、こちらですね、まず、あ、直接規制の場合に50までしか生産できなくなったときに、限界便益がですね、どれぐらい減るかということを考えたら、本来ですね、 これあの限界便益がゼロになるところまで、ねえー、必ずです、ね、どの企業も生産したいということなんですけれども、えー、50までしか生産できないよってなると、企業1の方ですね、まあ、かなり効率的に生産できる技術を持っているんですけれども、50まで減らされてしまいますので、こう利益がです、ね、こう結構大きく減っていますね、A と B のところを失いますね。 でそれに対してですね、企業の B は、まあ、なんかあまり効率的でないので、50まで減らされてもですね、そのまあ企業 B にとっては大きいんでしょうけども、社会全体としてはですね、D のところだけ失うということになります。で、この上でですね、あのまあこれがちょあの直接規制の例になりますね。 次にですね、あのー、今度ね、この環境税を P のアステリスクまでかけてあげると、限界費用が環境税と、ね、なりますのでね、ここではね、環境税かかってるってことは、それ費用ですから、その費用をね、あのーまあ、結局超えた分しか生産できないなってなるんですね。しかしですね、この企業の1にとっては、 えー、その費用をね、賄うことは十分できるという感じですかね。75までは生産できるんですね。で、どうしてかというと、企業一の,の限界、便益の、この、えっ、ー、と、まあ、限界、便益曲線がですね、あの非常にこう、良い曲線というか、あの利益がたくさん出る、便益がたくさん得られるような、えー、曲線になっているので、 このね P のアステリスクっていう環境税がかけられたとしても75までは生産できると。でそれに対して、ですねこの2の方はもうそんな高いね環境税払っちゃうと、もう元々利益がねもうペラペラなので,で、ちょっとね、すごい薄いんですよ。それなので、ちょっとこのもう25まで生産を減らすしかないってなるんですね。でそうすするととですねまあ、ちょっと 企業の2はね、大丈夫かなって思いますよね。ちょっと、こう、社会的に見てね、あの、その、なんだろうな、効率的、非効率的っていうのをね、だけで判断するからそうなんですけど、企業に2の方はもうね、効率的に生産できない企業はね、生産を減らしてもらうっていうね、そういう感じになっちゃってるんですよね。でそこでですね、もう環境税の効果で見ると、えー、企業の1はですね、あの、結局失うね、 この機械費用が今度ね、B だけになります。それに対してですね、この企業の2は C と D になるんですね。しかしですね、この A と B とそれから D を失っていたときと、それから C と D だけ失うときと比べたらですね、この A と B と C、ね、A と B を渡した大きさと C だけの大きさを足すあの比べればいいことになりますので、まあ、結局ですね、まあ あの、環境税をかけた方が、社会全体としてはですね、便益が失われないよということになります。そこで、環境税が効率的という、そういう回答になります。さて、次の問題ですけど、ね、これ、環境税をかけたとき、地方におけるガソリンや東北における灯油などにおいては、価格弾力性が小さい。そのため、その費用は、 消費者が負担するということになります。ここね、割と半分ぐらいの人がね、間違えていて、あの、費用がね、あの消費者が負担する理由は、結局、価格弾力性が低いっていうことは、小さいっていうことは、価格が上がっても、ね、環境税が上がった分ですね、あの価格が上がったとしても、 その、ガソリンを買い続けなければいけないんですよね。灯油も買わないと死んじゃいますので、ね、寒くて。だから、結局その費用はですね、あの、まあ、消費者が持ってるよということになります。さて、8番ですけれども、限界利益に不確実性があるときですね。そうなんですよ。限界利益曲線が本当はどれなのかわからないっていうようなときには、 えーね、この限界、ま、ちょっとごめんなさい。これ、限界便益ね、限界利益って書いちゃってるんですけど、限界便益が予想よりもね、実際には少なかったということをね、えー、そういう状況を想定します。この時に、環境税をかけると、生産がですね、どこまで行われるかっていうと、これ結構ね、やっぱり皆さん、この税金の t がついてたから、合ってる人が多くて、xt までしか行われませんね。で、この時、そうなんですよ。 あの、得られなかった便益って何かというと、結局ですね、本当だったら X のアステリスクのところまで生産できたってことを考えるとえ、X のアステリスクまで生産した時に、その得られていたはずの便益っていうのが少し減ってるんですよね。じゃあどんだけ減ったかなっていうと、それは実はこの A の部分です。なんで A の部分だけなのかっていうと、まあ、B の部分はですね、結局、あの、まあ、費用ですからね。うん。 だから、費用の部分は、まあ、あのー、もう元々かか、もともと、そこのところはかかってるっていうことになりますから、ここじゃなくまて、まあ、A のところですね。まあ、ここのところが、あの、本当だったらですね、生産したことで得られたはずの利益になります。えっとですね、次にね、市場創設していると、XF までね、生産してしまいます。 市場創設してるからですね、あの、この税金の分がないからえ、そこまで生産をですね、抑制しないんですね。で、その時何が起きるかっていうと、結局生産をそこまでしてしまっているんだけれども、本当は、あの、そう、本当の,あの限界利益は、X のアステレスクまでだったってことだから、ね。 したがってですね、この余分に生産した分の下のところは全部費用になりますので、C と D 両方ともが社会的な損失になります。そのためですね、どっちが損失が大きいかって言ったら、それはもう、あの、当然ですね、あの、排出量市場をね、作っちゃった時の方が、えー、大きくなりますので、環境税が良いということです。まあ、ここね、なかなか難しかったなと思います。 これですね。国開発メカニズムは先進国が途上国でね、あの、そうなんですよ。削減した方が、あの、簡単に削減できるんですね。費用を少なく削減できるということで、まあ、途上国に資金援助をしたりとか、技術を移転して途上国で、えー、ね、温暖化のですね、あの、例えば、そうですね、抑制のために、こう、CO2 の排出を抑制するような技術をね、移転したりとか、 えー、そういったですね、あのそして CO2 減らすということをすることで、まあ、お互いに得になるよということを、ね、説明しなくちゃいけなかったんですね。まあ、最後に、えーね、この説明をしておきます。このクリーン開発メカニズムがないときとあるときを比較しますので、ないときには先進国がですねその義務であるところ、ね、まあ、そうなんですよ、先進国だけが京都議定書のときは、ね、義務がありました。 でまあ、義務があるかないかにか、まあ、関わらずですね、先進国、例えばパリ協定の下でもですね、やっぱり結構厳しい状況になります。ね。先進国もこうすごくこうなんていうか経済活動が大きいので実際そこから減らすの難しいんですねしかもいろんなもう技術とかいろんなことやっちゃってるのでさらにそこから減らしていくというのはまた難しいことになります。 まあちょっとそういったことをですね、念頭において、ね、この義務である X の1まで生産を減らすと考えると、そうするとですね、先進国、やっぱりその先ほどの企業の1と2のね、環境税のところの説明じゃないですけども、そもそもですね、その生産の技術が高くて利益がね、高く得られるわけですよね。そこでですね、この、まあ、便益のですね、機械損失がこの黄色いね、あの、この、なんていうのかな、 三角全体になりますね。黄色い三角とその下の四角と、それから青のね、三角のところ。これの合計になります。ちょっと大きめのね、あの三角形になりますね。全部足し上げて。で、それに対して、この途上国は京都議定書ではですね、削減の義務がありませんでした。 ね、でそうなると、ですねこのクリーン開発メカニズムを行うことによって、この途上国で生産をですねちょっと減らすんですね。でそうすると、ですね途上国にとっての本当の限界便域のこの損失っていうのは小さくて、ですねこの緑のこの下の四角になります。で、しかしながら、ですね途上国は先進国からですね自国で削減した場合にかかったあの費用、ねあの、これはですね、 先進国が自国で削減した場合にかかった費用となるですね、この緑の四角の分の資金をま受け取ると。ねえー、まあ単にですね、この限界、あのまあ、便益の損失を補填してあげるよっていうだけではですね、やっぱりちょっとあのメリットがないから、 この緑の部分全部をですね、こういろんな資金を移転したりとかですね、まああのまあ、技術も移転したりとかすることによってですね、その分は先進国から抜けていくんですけれども、途上国にその分が流れていくということで、途上国としてはですね、機械損失がありますけれども、それ以上に便益が得られると、お金が入ってくるということになります。従、まあ、っても途上国にはもう得があるということわかりましたね。 で先進国が本当に得なのかどうか見てみると、損失がですね、えー、まあ、どこになるかというと、この、えっとですね、青の三角と、あ、ごめんなさい、青の三角、ちょっとひっくり返ってますね。はい、あの、すいません、回答用紙の方で、ね、ちょっとひっくり返っていました。 青の、えー、と三角ですね。それと緑の四角のみにできてえ、黄色い三角の部分を失わずに済みますということで、まあ、したがってですね、やっぱり先進国にとって途上国でやった方が、えー、いいということになります。こちらのですね、あの図の方はこの青の三角正しくしてあるんですけれども、えっと、回答でね、アップロードした方はですね、ちょっと青の,あの先進国の損失の中が えっと、損失がですね、えっ、ー、と、青の三角がちょっとひっくり返っています。えっ、ー、と、こんな感じです。ちょっとごめんなさいね、本当に。えー、さて、これでですね、全問題の回答を、えー、一応ですね、もう半回答というまで素晴らしい回答じゃなくて、えー、中にはですね、私よりも詳細にきちんとね、教科書に沿って回答している方もいらっしゃいましたので、まあ、あの、正答の目安としてください。 ね。もしなんかね、あれ、ここ間違ってるよっていうところねえ、もし万が一ありましたらね、教えてください。で、こちらのですね、あのー、そうですね、あのもう、実は成績確定していますので、こちらを閲覧していただくのは自由になるんですが、えー、実はですね、正直、あのー、そうですね、あのー、えー、っと、 うん、そうですね。私の方に、えー、ご自身から申し出ていただきたい方が、えー、いらっしゃいますので、その方はですね、ちょっとご自身から、えー、Q&A を使ってですね、えー、そうですね、最終を受けたいよという連絡をいただくことになる可能性があると思います。えー、その時ですね、こちらの、えー、ビデオをしっかりと見ていただければですね、えー、多分、あの、 最初の時は点数が取れるかなと思います。えー、ねちょっとえっとですねここまで理論的な説明をきちんとしたのはちょっと実は初めてだったんですね。で皆さんが人数がですねもっといれば、えー、楽しくゲームをやりながら、えー、京都議定書なんかもね説明できたのにちょっと残念だなと思いました。 で、私がですね、ちょっとあの、毎回なんかね、実はあの、結構あの、教科書の図とかにですね、きちんとこう、書き入れておきながらも、それをなぜか教室にね、忘れてきてしまうっていうね、失態をですね、何回かして、えー、ちょっと皆さんにとってですね、十分な、あの、ね、そうなんです、あの、まあ、理解がね、できるような授業じゃなかったかもしれないと思って、えー、反省しています。 えーまあ、しかしながらですね、まあ、試験を、ねまあ、結果見たところではですね、えー、皆さん、あのまあまあまあ、思った以上にあの、ね、できていたなっていう感覚です、はい。本当にね、お疲れ様でした。ありがとうございました。